うんと緊急企画でですね、えー、雪道には気をつけようということで、えー、やりますでした、今日2月4日なんですが明日ですねなんか島内、雪積もるらしいんですよで積雪が今予想されますなんてもう常にテレビから大騒ぎしてるんですよ。でその 前もなんか、これ動画でなんかやったことあるんですけど、その、雪道の歩き方についてちょっとあのやってみたいと思います。えーね、山形に住んで50年ね、ね、えー、豪雪地帯生活50年でございますから、あの私がですね、まあ、とりあえずどう、どのようにしけば安全なのかっていうのをちょっとやってみたいと思うんですけど、まずね、 あブーツと長靴を着用することです。では、革靴とかハイヒールはもうダメです。えー、まあ、いい、ダメって言ってもいいんですけど、か革靴は絶対に滑ります。えー、あの、雪、あーちょっと雪質にもよるけど、新雪だとか、ザクザクのシャーベットだったら、まあ、大丈夫かもしれませんが、あの、凍結してた場合は絶対に滑ります、革靴は。うん で長靴も、あのー、ここにスパイクがついてるやつだったらいいんですけど、あのー、金属金具がついてるやつでガンガンってなるのもういいんですけど、まあ、滑ります、でえー、前もこれ2番ですけどザクザク雪だったら普通にありていいです、あの新雪、ね、あんまり東京でパワーダースのほうが積もることはまだないんですけど大体東京の古い雪って湿った思ったい雪なんですよね。 で大体積もった積もったでザクザクシャーベット状の雪が、えー、積もると思いますがあのシャーベット状の池だったら普通に歩いていいんですよ、別にあれは。まだ,ザラまだ表面がザラザラしてますからザラザラしてる状態なのでよっぽどバカなことしないかりは滑りません。あの普通に歩いても大丈夫ですが、えー、一番おっかないのがですねこのシャーベット状の雪がですね夜の えー、冷たい風にで冷やされて表面がツルンツルンになっている時があるんですよ。これが一番おっかないんですよ。で、東京の雪って全部大体これなんです。朝、東京に夜雪が降って積もりました。明るい朝を迎えましたってなって、大体なってるんだがたいこのシャーベット状の雪の上に氷でコーティングされてる状態なんですね。あれは。あれはもうね。 あのもう水分が表面でかか水分が凍っちゃってるんですよ本当にもうつるんつるんなんですでだから分かりやすく言うとあのアイススケート場あるじゃないですかあれがでこぼこした状態なんですよでこぼこしたアイススケート場だと思ってくださいああいう状態になってればいいと思いますでこれだったらもうねもう小刻みに穂を進めるしかありません あんなとこ、通にられたら転びます。えー、で、雪国の人間だと転びます、あれは。<laughs> いっぱい転んでる人見ますからあれ、雪国の人間で。あの状態だったら、東京であの雪、雪が降った、凍りましたって、ああいう状態だったら、雪国の人間でも転びますから、あんなのは。<laughs> うん、あの別に、あの大変です。大変なもんです。我々だってもう、うわ、めんどくさ、この雪質だーって思いながら、おっからびっくり、をこう、進めますよ。<laughs> 一番いいのがね、小刻み。 小刻みででを進めるしかかないんですよやっぱりでかもうすり足もう思い切ってす,すり足にするしかない。で凸凹部分の凸凹部分をさ我々今まで慣れてるから生き具にでもでこの凸凹のツルンツルンでもそのどこに足を乗っけたらいいかどこ足がかりにすればいいかって瞬時に見分けてね、あのー、やるからまあ,普通,にあれ普通に歩いてるように見えるんですよあれは。 プープーあれはもう慣れだから、ね、あれはもうあの年に何回もあん,なあ,んなあんな雪道歩かされることなんて結構あるからその凸凹ココのボコの部分にかかとを突っ込めば滑らないっていの分かってるんでまあそれはそれであの我々慣れてるからあのいいんですけどでも転ぶ時は転ぶんですやっぱり雪国の人間でもやっぱり、うん、背中からスカーンと転んでるのが見ますからうんだから ですで坂道では壁伝いか手すりをつかむかガソリンをつかめながらもうゆっくりゆっくり降りるしかないです、坂道は。ねでまあ、もしくはもしゃがんで滑り降りた方が安全です、こういう感じで。もうあの滑りで降りるかのようにもう手をついて、手ついて、もうずーっと降りるしかないです、これは。これが一番安全です。あの我々でもこれ多分やりますと、恐らく。 もはでも雪国でね坂道が凍ってるってことはないんだよねあんまりなんでかってそこ大体凍結ボスでまくから凍らないんだよ坂道ってあのまく塩,塩化カルシウムって言ったら原価カルシウムっていうまあ車乗ってる人からしたら面倒どくさいものをまくもんでおかげさまで坂道は凍らないんですよ雪国は <laughs> うんまあね 凍らないことななってます凍らないんで、まあ、あんまりこれの状態で滑り降りるってことはないんですけど、東京はそれないから、でこういう傾斜地でも、こ,ういうこんな救急車じゃなくて、こんな救急車でももう凍ってますから、さっき言った通り、シャーベットじゃねえ雪がつ降り積もって、それが、えー、あ朝のものすごい低気温、あのもう気温が低くなって凍るというね、凍っててっかてかになってる場合になったもうね、これ私らでもね、 こんな感じで滑りますよ。降りますよ。雪国の人間でも。うん、申し訳ないけど。笑ってらんないもんだって。て笑ってる奴が転ぶんですよ。雪国の人間ええー、東京の人間、ねぇ、かっこ悪いおりでしてるよ。ダッーって言った奴が転ぶんですよ。転んで頭打って、救急車で運ばれるんですよ。雪国の人間のくせに。 あの <laughs> スコーンと転んで、スターンと転んで、後頭部って脳震とうを救急車に運ばれるんですよ、これが。これでね山形とかねやあああ、秋田とかで多いんですよ、これなんか <laughs>、油断してるやつだから、そういうやつで。うんもう本当に雪国のどっかなさ、雪の怖さ,ののさ知ってる人は、これ、笑いませんよ、こう島内の人がこんなことを降りても笑いませんよ。 ああ、慣れてるな、あの人のってしか思いませんよ。あ <laughs> あ、あの人は慣れてるなって。プロだなって思いますよ、俺はって。だって、俺だと私らせただとこんなんだって、こう凍ってたら、こうやって押し滑るしかないもん。実際俺もや、俺もすご、こん、こんな感じで滑るもん。降りるもん。怖くて。滑るし。<laughs> 本んここまで、でここまでのコツにはしゃ、しゃがまないけど、膝曲げて、なるべく重心を、姿勢を低くして、うーっと降りますよ。うん、うん、うん。 おりますよ本当におっかないから本当に、うん、これが雪国の怖さ雪の怖さ知ってるからすごいのだからこういうもし都内の人間でこういう風に滑ってたらあこの人は危機管理がある人だなと私は思いますから別にあの雪国の人間してもやるから安心してください,いや別にかっこ悪いことじゃありませんむしろこっち風に滑る方がかっこいいと思います私ははい あのこっちこういうふうにして滑る方が私はかっこいいと思ってます。あ雪に慣れてるななっていう、ね、プロだな東京都民の雪のプロだなと思いますこれは本当にあっプロだあの人だと思いますね慣れてるなってねさすがだなっていうのが思いますけどはい。 こういうツンツンなのにあの無理して普通に降りようとしてステンと転んでるんだったらあああれ素人だなん思あああああああいうのが言うからやっぱ雪国の人間から笑われるんだよなっていうね思うんですけども、うん、私らでもこれはやりませんからあのこ,こういう風うにして降りますから安心してください本当とにだからあのねやっぱり一番怖いのがやっぱり転,転んでね後頭部とか背中部とか一番危ないんですよ。うん これが一番かいんですよやっぱりこう飛ぶったら頭、ね、脳震盪起こしたら脳神経やられるでしょで背中から打って背中強打してそれで強打した場所がねその雪,雪のボコル部分だったら出っ張ってる部分にちょうど背骨背骨がバシッと当たったら折れますよ骨折背中背骨骨折ですようん あの本当にわあのい危ないんです、本当に。だから、これはね、転ぶと、本当に雪,雪で転ぶって一番おかない、こういうつるんつるんじゃないので、絶対、こうでこぼこ、でこぼこした状態なんで、あの歩道は、ね、皆さん分か、一番分かると思いますよ都内の人、一番分かってると思いますよこの警察の歩道が、でこぼこ、でこぼこしながら、雪がでこぼこして、なおさらこ、なおかつ凍ってるっていうのも分かる。ああそこで ね、あそこでこう滑って転んで本当にあの凸凹のボコの部分ですねボコの部分にこう背骨がドンピシャでピシャッと当たった日にはもう骨折ですよ背骨骨折どうなるか分かりませんよそれだったらもう。ねたかたか 本当にここでコロナばっかりに、ね、下半身不随とかになっちゃう車椅子生活っていうこともありうるので本当に皆さん本当にもうだからね無理しないようにしましょう本当にうん明日多分そらくどっかに転倒してあちこち皆さん、ね、結構転倒すると思いますでそのたびに救急車が出てきてって明日救急車出払って呼んでも来ないと思いますから。 そういうことが絶対し日起きますから救急車足りなくなりま,ますからあちこちで転倒したなんだってすころんだ頭打った背中打った腰が痛いとか足を打ったってもう救急要請はいっぱい来ますからあなたがすっころんで119番やったとしても来ませんよ20分経っても30分経っても来ますんそこでうずくもってることになりますからだからそういうことになるんだったらこうやってかっこいいんだけど かっこ悪いけどもそれに比べたらかっこ悪いけどもでもここ一応一瞬かっこ悪いって言ってるからしょうがあなたからしてみ遠内の人から見たらこれは本当かっこ悪い折り方だけどでもこれ一瞬ですよたかたか5分ちょうど思うんですよこれ我慢すればあなたは助かるんですよ明日普通に。 あ無事に会社までたどり着けるは会社か学校までたどり,たどり着けるんだからかっこ悪いとか運命とか言ってる場合じゃないんですこんなのだからねだからそれはあの,あのやっていただきたいと思います本当に無理だ、うん、か本当にあの壁を伝っていくか手すりをつかむか棒棒型傘かな傘でこう,もう杖,を杖代わりにして降りていくしかないですよね さ傘を差してグサッて差して刺しながらこう行くしかないですよ登り,登りだったら傘であの登山者がほら何かあの何かなんだっけあれなんだっけついみたいなのを刺しながら雪山登っていくるじゃんあんな感じの感じでいいと思いますもしくはあのあれの逆バージョンで。 あの傘で差しながらあの1個ずつ降りていくっていうバージョンもいいかもしれません。とにかく滑らないことです。滑ってくすっ転ばないこと、すっ転って怪我しないことを願いたいと思います。はい、あと、あ車の方でノーマルタイヤの場合ですね、ノーマルタイヤね、えー、魚の方に行かないでくださいも。もう無理な話だと、島内だったら本当に無理な話です。あの銀座とか 住みたくとか高得区しか行くことこないですけれども、魚ある方は行かないでくださいあの。絶対登れもなくなりますから、迷惑をかけるだけの話なんで、スタックして登れませんなんてもう無理になっちゃうからダメです。うん、あの魚多い地域は車を出さないことです。だから、あの自分家の前、魚なんだよなもう絶対車を出しちゃいけません。ノーマルイだったらなおさら車出しちゃいけません。あの事故を起こすだけですから。ね、あの下り坂でブレーキング、ブレーキング、 下り坂で滑ってブレーキが効か,かなくなるってのあの、あれの恐怖っていうのは、あれ、き抜いの人間だけにしてください、みは <laughs>。うん。あの、危ないです。まだまだまだ,まだいいよ。まっすぐ降りてくる、まっすぐ滑り降りるんだまだいいよ。あの、たまに回転するからね、車ってね。ガーって <laughs>。滑りながら <laughs>。スピンしながら降りてくるときだ、滑りながら、滑りながらスピンするってことにとなるから、あの、 いいやや運転の仕方によっちゃそうすると狭い道路だと絶対どっちかぶつけますからねガードレールぶつけるか軽ぶつけるか <laughs> ねあれですけども、はい、あとはもう自分が大丈夫でも大丈夫でも事故をもらう可能性がありますからこれは注意してください自分はノーマルタイヤをあ自分はスタートレスタイヤを履いてます、えー、チェーンもありますもしくは 4WD のランドクルーザーとか乗ってますって えー、雪道でもオッケーって言ってもあの誰かの車から突っ込まれる可能性がありますからこれも注意してくださいということです、うん、あと上り坂でねもうスタックしたらもう AT やお手上げですよもうオートマだったらもうほぼほぼお手上げだと思ってくださいでマニュアルだったら二速,速か三速発進で、まあ、様子を見ることができますけど、まあ、このぐらいの傾斜車だったらね 二足発進でだましだましっていうのはできるけどクラッとつなげながらガラ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 ガ スタックする車って絶対空回りして、ね、て、ものすごい勢いでカーッて空回りして、ね、であれ強い力加えるから空回りしてだけの話であって、あれ普通にクリープ現象で行けばスーッて行くって行けないかな。ノーマルタイヤだったらもう行けないと思いますから。<laughs> というかだから、スタッドスタイヤでもこう、一体スタックしたらもう、もう一回下がるしかないんです。下がって、平らなところまで下がって、あれ勢いつけてブラーンって登っていくしかないので、止まらないようにしながら、空転しないようにするようら行くしかないので。 で、とにかく、やっぱり、スタッドレスタイヤはい、履かなきゃダメよ。やっぱり、冬は、とにかく、都内でも、たまに一回、ああいうるんだから。 でもう自信がなかったら車出さないことです。本当に。あの、あなたの会社からぶっ壊れますからね。うん。自分は大丈夫でも、大工の車からぶっ,壊ぶっ壊されますからね。突っ込まれたらなんだって言って。で、結局それでめんどくさいことになるんだから、事故を起こすと。ね事故を起こすとね。で、あなたも動いてたら、あの結局過失割合が何パー、何対何,何とか絶対なるんだから。まあ、どんな最悪でも1対9とかなるんだからなん、あんね。あなたが動いてたら、あなたがいくらスタッドレスタイヤを入って、スタッドレスタイヤを入って、 あなたがいかにも青信号を出発しても隣の脇から坂道で止まりきれなかった車が突っ込んでドカーンってぶつかったとしてもさ1対9とかあなたら絶対1応連の火星が来るんだからだそうすると面倒くさくなるわけですよ。 ね。車はぶっ壊れるわ。車はぶっ壊れるわ。交渉はめんどくせえわ。保険はかまさね、かまさねるわ。その日の一日よって全部ぶっつぶれるわね。だからなるから、も、ま、う、あ、本当にだからもう車出さないこと明日はもうとにかく。ね。もう電車で行くこと。<laughs> 電車も止まってたりするんだけどしょうがねえんだよな、ね。うん。だからもうリモートワークやってんだね明日リモートワークでやってあれしかないでしょうね。明日だからもう仕事は。 リモートワークだったらリモートワーク、もう会社の方からリモート、会社来るからリモートワークどっちが選べって言われたら、もうリモートワークにしますって言った方、いいとおとなしくした方が一番いいと思います、明日は。麦に出ること、出歩くと大変なことになりますから、本当に。うん、はい。<laughs> そんな感じです。えー、というわけで、雪道ね気をつけようということで、まあ、今年も,も例年通りやってますけどね。はい、えー、とにかく、転ばない。 でまず転ばないこと滑らないことです。これはあの十分注意しかださい明日転んだと滑っても救急車呼んでも来ません。あのいや来ることは来るんだけど来るまですっごい待たされますから。これだったらあのピクピクしながら病院に行った方が、うん、自,自力で病院に行った方が早いんじゃねえかっていうぐらい待たされますから。うん 一体病院も結構いろんなところで担ぎ込まれてて、あなた後回される可能性があるからね。ね、あのー、ね、どんどん救急車で担ぎ込まれて、そっちが優先されちゃいますから、ね。うん。だからそういうこともあ,りあるだろうから、ね。大変でございますけどまあぜひ、あのー、ご無事で、皆さんのご無事を願っております。えー、ね。はい。あ、あとね、もう一つね、あの、言ってるけど、本当に、ね、あの、生き国の人間もね、あのー、気にしない。 もう禁止でいいです別にあの人たちは別に、笑ってるやつは笑ってるやつは笑ってるやつは笑ってるやつなんだけど、笑ってるやつっては油断してるやつだから、絶対、笑ってるやつは油断してるやつなんです。 あなたは笑う、明日は笑う奴はもう油断してる奴なんです。息を、息を油断してる奴なんで、ああいう奴が勢い押しで、息下ろし中に屋根から落ちて死ぬか、あの、除雪機に、除雪機しながら除雪機で手突っ込んで手を失うかどっちかなんで、あと派手にぶっこ、すっ転んで、あのー、怪我するかどっちかなんで、まあそういう奴はそういう奴で笑わせておけということです。あの、本当に息、息国の人間で、本当に生きの怖さを知っている人は笑いません。<laughs> ね。 大変だなと思いますけど、笑いません、あれは。ああ、大変だなと思います。で、私みたいになんとかして、あのー、このノウハウを教えたいなっていう人がいっぱいですから、別に、あの、ね、そういうことでございますので、え、え以上でございます。はい。